はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TN29 さんからですね、クロームレガシーを2つです。で、一つ一つ開封して、今日ね、発送します。はい。ようやくっていうわけでもないか。はい、スパフラアウト、ね、出ましたね。ファンの方でも、まあ、スパフラとスパフラアウト出ましたと報告はあったんですけど、まあ、前回のファイナリストの時も店頭だけでも30枚ぐらいはスパフラ見てるんですよね。で、通販とかあと PB グループブレイクなんか3枚ぐらいは出てたんじゃないかな。もうちょっともうあの PB だけでも 2,3 枚は出てたかな。なんかそのくらいはね、プラス通販でも 4,5 枚出てて、まあ、あの頃は量販売してますからね。出て当然なんですけどね。よいしょ。はい。よろしくお願いします。お、いきなりたのちゃん。あ、サインだった。はい、誰でしょうか。せーの。ん?あ、ちょっと待って、これ黒パラ?はい。ケンさん。あ、違うのか。これ通常?通常か。なんかここ黒いからね、黒枠のやつじゃないじゃないですか。これ通常か。はい、一瞬黒パラかなと思っちゃいましたね。ケンさんです。ワンパック目からサインきました。はい、まあ生産数的にはね、あ、99ですね。前回のファイネストと比べるとやっぱり少なくはなってますけどね。まあ、ファイネストもシリアルの出方はまあまあ良かったですよ、当時は。よいしょ。グリーンですね。はい。ハンソロ?ああ、初めのね。うん。50シリ。キラーとのドライブですね。お、ルークも来ましたね。うん、これいいですよね。かっこいい。フィンとビジョンズ。はい、もう片方ですね。一箱目はケンさんのサインですね。まあいろいろね、海外ドラマとか出演なさってる方ですね。よいしょ。はい、あ、これメダルか。誰だろう。あー、ターキン。ターキンさんもいるんだ。はい。グランドモフターキン。99シリ。これ何人ぐらいいるんですかね。5、60いそうですね。確か前回のファイネストの時もね。うん、牛くんメダルにいるのっていう。ね、そういうのありましたから、うん、あとは少子ね、出るといいなというところですね。ヨーダとリフ、コンセプトアートですね。リフと青、青は99 X ウィングね。はい、あ、もう一丁シリアル来ました。50ですね、これ。お、キャラクターだ。はい、 K なんですね。50シリ。これのキャラクターカードのね、
シリアルはいいですね。はい、シリアル4枚出ました。9999 5050、それとサインですね。あとメダル、まあ4枚出ればまあ平均どうなんですかね。めっちゃ出るときなんか7枚ぐらい出たりとか。シリアル両方でこのワンマスターボックスで8枚ぐらいシリアル出たりとか。もうすでにカタカタ言ってます。はい、誰だ。お、ルークかな。お、ルークだ。はい、ルークの、ルークもこれ2パターン3パターンぐらいあるんですかね。あの砂漠のシーンのやつと、これね、ジェダイルークいいですね、うん、黒ジェダイルーク。たまに何も出ないレギュラーだけのパックありますね。5枚入りっていう。お、レイも来ましたね。はい、リフです。お、カエロレイも来ましたね。これ絶対集める方結構増えそうですね。あの前のポスターも良かったけど、これかっこいいですよ。あ、オレンジ着てる。リフと、チュンチンのリフと、あ、キャラクター。25。あ、ヨーダ。おー、いいっすね。あ、これいいな。うん。はい。ね、ちゃんとパペットのヨーダでしょ、これ。アニメ？どっちだろう、わかんないな。見分けがつかないっすよね、今ね。それほど成功ですね。まあ4の時のヨーダじゃないよねこれね。で青、はい、消毒系ですねこれね、うん、はい、味方焼いちゃってるのこれ。まあ北斗の拳でもね、ピーは消毒だって言ってますからね。はい、あの敵味方関係ないですから。はい、お、青リフが2番目に来てるな。あ、サインだ。はい、サインです。誰でしょうか。グリーン、横グリーンだよ。シリアルあるかな。ナンプ先生、はい。これグリーンだよ。あ、50 50、初めて見た。はい、ノンシリ多かったんですけどね。何人かが50シリがあるのかな。なんかね、うん、50からある人も限られてそうですから。はい、ノンシリの方がよくなんかね、バロックさんとかあの辺とかノンシリが結構出てたんですけどね。はい、リフトグリーン、あ、デストロイヤーですね。はい、管理職悩ませるデストロイヤー。あ、またグリーンですね。コンセプトアート、あ、これね、瞑想してる時か。はい、これはボバ飛んでるやつ2、これ、あ、2見てないんです、店長。2見てないんですよね。あ、あるんだ。はい、青、お、ベーダーのね、かっこいいですね。まあキャラクター一番人気ベイダーらしいですもんね。
お、ダースモール来ました。リフで、ラスト、カウントデュークですね。それとビジョンズのね、ジャバー様、はい、となりました。メダルが2枚にサインが2枚よいしょ。グリーン初めて見ましたね、 PB でも。マテンチは PB でやらないと分かんないので。でも50種類の出たってあんまりツイッターとかでもあんま見なかったな。はい、うん、ね、50ナーム先生ですね、うん、共感ですからね。はい、でメダルの方はね、ルーク出て、あとターキンですかね。あとは、あ、そうだ、あとこちら豊さんからですね、順番にお配りしてますんで、これは R2D2 とベビーオーダーの方だ、マンダロリアのやつですね、うん、これの50シリとオレンジだっすよ。はい、これあれ注意とあれね、フィンじゃないか、なんか押してるやつだよね、なんか出撃準備みたいなやつやってる時のね。はい、こちら、トヨさんから、はい、ビビオ仲間のトヨさんからです。で、ちょっと待って、メダルも、今日もいつかビビあるので。で、昨日ちょっとね、追加来たんですけど、もう終わっちゃいました。昨日バラバラね、TN さんもご購入できたように販売してたんですけど、だいたいまあ2個ぐらい在庫補充させて、で、売れたらまたっていう感じで、今やってます。で、昨日入ってきた分も全部売れてしまいましたので、まあ、あとは入金確認して、PB のお客様が確かいたかなっていうぐらいで、まあ今日か明日ぐらいでレガシーはおしまいかなと。再入荷はいくらでもできるんですけどね、まあ金額上がっちゃうとというところで、以前は進んで再入荷してたんですけどね、お客様が欲しい方がたくさんいたので、まあ、だいぶ円安も進んでしまったのでね、これ以上入れると上がってしまうので、上がるとまたね、値上げかよって言われちゃうんで、もう心苦しくてもうやめました、あまりなので、まあ、また機会があればですけどね、ちょっとまあ円安の方向に行っちゃってますからね今ね、うん、はい、ということでね、メダルがこちらのね、多分写真的にはこれ CG じゃないですよね、あの本当のターキンさんでね、でルークと、こういう感じです。はい、でこちらトヨさんからで、ボックス開けた分からもオレンジが、あ、これもいいっすよね、これも入れとこう、これいいっすね、やっぱね、キャラクターのやっぱちゃんとこうボーダーになってていいっすね、うん、かっこいいっすね、いいっす、ヨーダ素敵です。はい、じゃあ、ポーカーやりますね。ニャコなんで2回戦ですね。左が店長で右お客様です。3回押します。1 2 3、はい、5のワンペアですね。はい、クイーン来て、あ、キング来て、キングのワンペアですね。ストレートじゃないのね。はい、で200個目分、はい、3回押します。1 2 3、お、今度はクイーンのワンペア、これはある程度勝てるんじゃないですか。
1,2,3 どうでしょう。はい、ノーハンドス、それあフラッシュ欲しいけどノーハンドス。はい、ということで車箱ね一つ入れてお送りいたします。はい、ぜひお使いください。はい、じゃあ今日発送して明日着用予定です。はい、ありがとうございました。